皆さん、こんにちは。東京大学工学部科学生命工学科神経細胞生物学研究室のオープンキャンパスへようこそ。今日は私たちが行っている研究を紹介したいと思います。このオープンキャンパスを通じて少しでも脳や細胞の中で起きている生命現象の不思議さ、美しさを伝えられればと思います。私たちの研究室では大きく2つのテーマに取り組んでいます。 まず一つ目のテーマとして、脳の中で神経細胞がどのようにして働いているのかを調べています。皆さんは我々がものを考えていたり、感情を高ぶらせたりするのは脳の働きによるというのはご存知かと思います。そういうふうに脳が働くには多くの神経細胞、つまりニューロンが非常に複雑で緻密な回路を形成し、その神経回路における信号の伝達が起こっています。 このいわゆる神経活動はとても複雑ですが、突き詰めると様々な化学反応の組み合わせで説明できるはずです。しかしながら、これだけ科学が進歩した現在においても、未だ分かっていないことが数多く存在しています。そこで私たちの研究室では、化学反応の観点から脳の機能の原理を理解することを大きな目標の一つにしています。 私たちが物事を考えたり記憶したりするときには脳の中の大脳皮質や海馬という領域のニューロンが働き信号伝達を行います私たちはこのニューロンが脳内で信号伝達するときに細胞の中でどのような化学反応が起きているかまたそれらの化学反応がどのように制御されているかを解き明かそうとしていますニューロンが信号伝達を行う際 細胞のある場所でカルシウムイオンの濃度が上昇します。このカルシウムイオン濃度の上昇が波のように細胞全体に広がることで信号が伝わります。つまりカルシウムイオンが細胞内の信号伝達のメッセンジャーのような役割を果たします。そこで私たちはカルシウムイオンを特殊な顕微鏡で観察することでニューロンが信号伝達する様子を捉え 神経伝達のメカニズムを調べていますそれではどのようにして細胞内のカルシウムを観察するのでしょうか皆さんもこのような海に生息するクラゲが発光する様子をテレビや水族館で見たことがあると思いますこのような光は蛍光と呼びますがクラゲは体内に GFP という緑色の蛍光を発するタンパク質とイクオリンという発光タンパク質を持っています このイクゴリンが発光すると、そのエネルギーをもらって GFP は緑色の傾向を発します。多くの生物学者たちがこれまでに、このオワンクラゲが持っている GFP タンパク質に様々な改良を施し、カルシウムイオンに結合すると発光するようなセンサーを作成することに成功しました。私たちはこのセンサーを用いて神経の活動を観察しています。 それでは私たちの研究室で行っている神経活動の顕微鏡観察を皆さんにお見せします。こちらが実験の流れです。まず先ほど皆さんに紹介したカルシウムのセンサーを実験用マウスの脳に注入し、ニューロンを採取します。採取したニューロンを培養皿に巻いて観察を行っています。面白いことに、 脳から取り出して培養皿上で培養したニューロンもお互いに接続し脳の中の神経回路のようなネットワークを形成します外から電気刺激を加えるとニューロンが神経活動を始めニューロン内のカルシウムイオン濃度が上昇しますこちらが私たちの研究室で所有している蛍光顕微鏡のシステムです神経活動では ミリ秒単位の非常に速いカルシウムイオン濃度の変化が起きるので、高速度に撮影が可能なカメラを搭載した最新鋭の顕微鏡を用いています。皆さんも野球などでピッチャーが投げるボールのスローモーション映像を見たことがあるかと思いますが、あの時に用いられているような1秒間に100コマ以上もの画像が撮れるカメラを用いています。 細胞培養皿上にこのように電極を設置し、電気刺激を加えます。写真では見えていませんが、細胞培養皿の下に顕微鏡のレンズがあり、センサーが出す傾向を捉えることができます。このように顕微鏡と電気刺激装置を組み合わせることで、ニューロンに電気刺激を与えながら、顕微鏡による観察を同時に行えるようにしています。 それでは実際に観察する様子を見てみましょう。それでは私たちが実際にマウスの脳の中にカルシウムセンサーを注入する際に使用しているガラスのキャピラリーの作成を皆さんにお見せします。私たちが使っているガラスキャピラリーはこのような形をしていて、この状態だとマウスを脳に刺すには非常に直径が太いので、 これをこちらの装置を使って熱をかけつつガラスを引くことによって非常に先の細いキャピラリーを作成しますこの部分が電熱線になっていて熱がかかるような状態になっていますスタートを押すとこのように電熱線が赤くなって熱が ガラスにかかってガラスが引かれます、はい。そうすることによって、このように非常に針,、えー、針の先が細いですね。針先が細いキャピラリーが作成できます。ます実際に作成できたガラスキャピラリーは、えー、このような形状になっていて、非常に針先が細い。 ボールペンと比較していただくと、かなり細い様子がわかると思います。こちらのチューブの中に入っている緑の溶液の中にカルシウムセンサーが入っています。このカルシウムセンサーーをを含む溶液をガララスキャピラリーで吸い取ります。 このようにガラスキャピラリーにカルシウムセンサーを含む溶液が充填されました。次にガラスキャピラリーを用いてマウスの脳にカルシウムセンサーを注入します。マウスの脳は小さいので正確な場所に注入するために顕微鏡を見ながら行います。この顕微鏡を見ながら数ミリ平方メートル程度の場所に針先を刺さないといけないので、まあ、新入生の皆さんはみんなはうまくできるまでに4、5回は練習します。 カルシウムセンサーを注入した後は、ニューロンを採取します。ニューロンは栄養が多い培地で培養するため、そこら辺に存在する微生物が培地の中に入って培養されてしま培養して増えてしまうと困ってしまいます。なので、微生物が侵入しないように、きれいに保たれた実験台の中でニューロンを採取します。クリーンベンチで採取したニューロンは、その後、 細胞培養に適した環境で培養しています。こちらのインキュベーター内で細胞を培養しています。それではまずニューロンの活動を観察してみましょう。このインキュベーターからまずは培養したニューロンを取り出します。 このようなディッシュにニューロンが加収されていて、こちらの中心の円の中にニューロンが培養されています。次に取り出した培養皿を顕微鏡にセッティングします。はい、このように顕微鏡に培養皿をセッティングし、その次に電極をセッティングします。こちらが私たちが使用している 電極ですバイオザラに電極をセッティングした後に刺激装置と電極を接続しますそれでは実際にニューロンを刺激してみましょう このように今2回電気刺激をニューロンに与えました。こちらがカルシウムセンサーの光の強度の変化をグラフ化したものです。実際にこのように刺激に応じてカルシウムセンサーの光の強度が上昇している様子がわかります。これまで皆さんに見てもらったものはニューロンという細胞が活動する様子でした。 では、このようなニューロンの活動がどのようにしてなされているのか、内部の構造をさらに見ていくことで分かってきます。細胞の内部構造と言われても、あまり想像がつかない方もいるかと思いますし教、教科書などを通じ知っている方もいるかと思いますが、細胞の中には細胞内小器官と呼ばれる、いわば細胞の臓器があって、それぞれの臓器がタンパク質や脂質の合成、 エネルギー産生など、独自にさまざまな機能を果たしています。これら細胞内小器官のような内部の構造はとても小さいので、ニューロン全体を見るときに使っていた光学顕微鏡では観察することができません。そこで用いられるのが電子顕微鏡です。これは人の癌細胞を電子顕微鏡を用いてその断面を観察した図です。先ほどの蛍光顕微鏡を用いた視点からの観察とは異なり、 ミトコンドリアや紐のような小胞体といった細胞の中の微細なオルガネラの構造まで綺麗に観察できます。教科書で描かれたオルガネラの構造はこの平面的な二次元画像をもとにして描かれたものです。しかしながら実際には細胞やオルガネラは立体的な構造をとっているので、一つ一つの二次元画像を重ね合わせて三次元的に再構築しなければ本当の形はわかりません。 そこで私たちは一枚一枚の画像からミトコンドリアと小胞体を抜き出し、それらを重ね合わせるという非常に手のかかる作業を人の手で行いました。そうすると驚いたことに、ミトコンドリアも小胞体もどちらもこのように複雑な構造を持ち、細胞の中で非常に大きなネットワークを作っていることがわかりました。 この三次元再構,再構築を行うためには、数百枚にも及ぶ電子顕微鏡画像から目的のオルガネラだけを抜き出して重ね合わせる必要があります。これは非常に骨の折れる作業で、人の手で全て行おうとすると、一つのオルガネラを再構築するのに数ヶ月もの時間を費やす必要があります。それをいろんな遺伝子型を持った細胞や違う種類のニューロンごとに繰り返すのは、 あまりにも大変です。そこで私たちはディープラーニング。日本語では真相学習ですね。この真相学習を用いたコンピューターによる細胞内小器官の自動定量に取り組みました。簡単に説明しますと、このたくさんの画像の中からごく一部を取り出し、その画像内のミトコンドレなどをトレースします。このトレーシングを ディープラーニングを用いてコンピューターに覚えさせて、モデルと呼ばれるプログラムを構築させます。このプログラムに元の画像を当てはめ、全体のミトコンドリなどを人間ならばこう判断するだろうなというふうな予測をさせてトレースさせます。この過程を私たちの研究室の菅君や河合君らがいろいろと検討しましたところ、 これまで数ヶ月かかっていたような作業を数日で終えることに成功しました。その結果、このように一つのミトコンドリアだけではなく、十数個のミトコンドリアについて、ミトコンドリア内部の構造も含めた三次元的な立体的な再構築に成功しました。さらに、このようにしてみると、クリステ、 と呼ばれるミトコンドリア内部の構造も三次元的に見ることができて、教科書で描かれているような単純な構造とは異なり、非常に複雑で多様な構造を示していることが直感的に、また視覚的にもわかるようになりました。このように神経細胞の信号伝達メカニズムの解析と細胞内小器官の役割の解析、この 二つの方向から私たちは研究を行うことで、これまで明らかにされてこなかった脳機能の解明を目指しています。現在、アルツハイマー病をはじめとする様々な神経疾患の患者数が急速に増えており、世界的に大きな社会問題となっています。私たちの研究が将来的に疾患の発症要因の解明や、新しい治療薬の開発につながると期待しています。 私たちの研究室は立ち上がって2年目の研究室ですので、まだまだ他の研究室に比べてメンバーの数は少ないですが、知識や経験などお互いに足りない部分をメンバー同士助け合いながら日々研究を楽しんでいます。興味があれば本郷キャンパスの工学部5号館までぜひ足を運んでください。いつの日か皆さんに会えるのを楽しみにしています。